おはみん共和国なるみんこと椎名なるみです。私は以前 YouTube の動画でリスナーさんからのお悩み相談に電話で答えるという企画を募集したんですけども、今回は当選した3名のリスナーの方のお悩み相談を聞いていきたいと思います。もしもーし、もしもし、もしもし、こんにちは。こんにちは、なるみんです。いつも動画見てますありがとうございます。じゃあ早速お悩み相談をじゃあ聞いていきますね。元彼のことなんですけど、はいはい、その元彼が私の悪口をいろんな人に言いふらしてるみたいで、なんか知らない人にまで勝手にこう言ってて評判下げられてて、周りに迷惑かけてることが気持ち悪いから、確かに、なんかこいつどうすればいいんだろうと思って、元彼に悪口を言いふらされて困ってるっていうことだよね。そうです。でもなんか私も似たようなことあって、別れた後に自分が結構悪者にされてて、すごい女子から悪口なんか言われたりとか、でもなんかその時そっちの話を信じて私のこと嫌うような人間だったらいらないやって思って、一人で全然お弁当とか食べたりとか、医療教室一人で行ったりとか全然してたし、結局本当の友達だったら聞いてくれると思うの、ね、こういう風に言ってたけどなるみんそうなのみたいな、聞いてくれたら違うよって否定もできるけど、聞かないで私も嫌いみたいな感じになるくらいだったら、別にそのことも今後自分いいやってか、うちは思って割り切っていいやって思っちゃってたかな。そうだからなんか別に全然気にしなくていいと思う。その元彼が悪口言っててそうなんだって言って離れてく子って、なんか所詮それまでの関係だったっていうか、だから別にそんなことないと思うよみたいな、言ってくれることだけなんか付き合っていけばいいのかなと私はちょっとお話聞いてて思いましたね。はい、ありがとうございます大丈夫、全然解決になってないかも、ごめんね。全然解決になってます、うん、本当に気にしなくていいと思う。なんか自分のことをなんか本当に信じてくれる友達だけ大切にしたらいいと思う、はい、頑張ってねこれからも。頑張ります。ありがとうございました。それこそ選んでいただいてとても嬉しかったいえいえ、じゃあまた動画見てください。はい、ありがとうございました。バイバーイ。はい、ということで、ね、この子は自分が結構同じ思いをしたことがあったから選びました。悪い噂を広められてそういう経験も何回もあるけど、結局なんかもう信じてくれる友達だけでいいやって私はそういうタイプだから、言いたかったら言っとけばって感じで全然気にしなくていいと思うそんな感じで、それでは2人目いきたいと思います。